学文献一番槍はお任せください。今この地にかの者らを速やかにしこの地の黄金残党を我が軍に組み入れ周辺を制圧しつつ奴らの頭目を撃つのだ。奴らの頭目は堂々たる俺のことらしい。いや、汚れを取るでないぞ。黄金の残党をも配下に迎えようとは殿のお考えは途方もないものです。畑を踏み荒らすのはおめえらだけ。許さねえぞ。おお、これはまた堂々たる御仁ですね。いざこの学文献と手合わせ願います。調子に乗っていいですか。見事な働きだろう。うまくいったみたいです。これでどうでしょう。おめえ強いだなら俺ら一旦引くだよ。噂の大男か。黄金で終わらせるには惜しい。必ず捕まえてくるのだ。王国、近くの民から情報を得ました。敵の頭目はあの砦で休んでいるようです。準備完了。よし、かかったぞ。早く門を閉めちまえ。武器に挑戦です。おかしいですね。あの大男はどこにも。これは神に担がれたということでしょうか。今だ。当店の獣どもを殲滅しろ。嫌な感じだぜ。俺だけじゃどうしようもないな。すごすぎだろう。最後の最後まで諦めるな。味方を信じて戦うのだ。よし、今だ。追いかかれ。いいですか。黄金の力を見せつけるのだ。言ったみたいです。何でしょうか。さっきの大男とは異質の違う気配を感じます。これでどうでしょう。一人でのこのこ現れるとは。後悔しても遅いぞ。いいですか。うまくいったみたいです。なんという
りました。絶好部隊より伝令、西の山頂に黄金残党の頭目がいるとのこと。おそらくはあの大男がいるのだ。一気に攻め込み、こいつを撃つ。うん、お主は畑を守るために戦うか。だがそれで世の戦が収まることはない。畑は再び荒らされる。お主が幾度戦おうともな。ならどうすればいいだよ。わしの戦を手伝い、乱世を治め大地を豊かにするための戦だ。おめえと一緒に戦ったら乱世は終わるだが、みんな腹いっぱいになれるだが。うん、共に来い。おい、みんな、おいらたち、これからはこの人たちと一緒に戦うぞ。